ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。ドラゴンクエストシリーズ全踏破企画第30弾、 3DS のドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナル版、その9回目の配信です。中ライド、なんかライドっていうより空中をジャンプする感じでしたけど、取得しまして、今回レジスタンスの秘密基地に、入るところから再開ですね。ただですね、今、空中ライドできることによって移動範囲が広がったので、それを使って今いろいろ新しいモンスターとかね捕まえに行ってた最中です。カザーのところも結構空中ライト取らなきゃーって言って駆け足で登っていったんです。ちょっと改めて最初からね登っていって、で他のモンスター仲間にしつつ進んでいきたいところですね。特上薬草1000ゴールドもするのか、高いなちょっと買っときたいよな。戦闘中の回復がねちょっとままならなかったりする。順番にね仲間にしつつ行きましょうか。全然仲間にしてなかったから、おいたね、焦ってた。普通捕まえたっけ、地獄の玉ねぎ。地獄の玉ねぎも多分捕まえてないやった。でスカウトはこの前に仲間にしたガルバゴルバの方が優秀なので、スカウトの時だけねこいつに今切り替えてたんだけど、いけるかな。あ、ベロニアーゴもゲットだぜ。一番最初のエリアからねまた順番に巡っていて、ようやくねついさっき到着したところなんですよ。お前、ちょうどスキル3つ持ちだった。ガルバゴルバのいいところは5回行動っていうところだね。バイキルと命令させても残りの4回でテンションが100になる。ホタルさんいらっしゃいませ、おはようございます。ご視聴コメントありがとう。いろいろ減少させられた、マジで攻撃力下げられたないけるか、テンション100でいけるかな。あ、いけそういけそう。このガルバゴルバ素の攻撃力が低いから、もうちょっとね攻撃力を上げたいなぁと思っているんだけど、63しかないからね。もう攻撃力アップをガンガン積んでいきたかったりする。ユニコーンがいるぞ。スキル難易度スカウト難易度ね結構高めだったの、ね、ベホマスライムいるじゃん。バグダインは壊れてる。あ、バグダインはダイナマイト覚えてる。ダイナマイトは前回のジョーカー2のプロフェッショナル版で猛威を振るったスキルなのでは、序盤で仲間にある爆弾ベビースキルだけど、スキル3つ持ちに変わんないかな。あ、切り替わったね。真ん中を攻撃したな。じゃあ真ん中に使おう。余裕でした、ね、爆弾岩だな、効いてないか。爆弾岩にも効かないっぽいな噛みつきが塊になってないからか。あれ、いない。あれ、あ、死んでる扱い。なるほど、そういう風に出てくるのね。じゃあ復活する前にバイキルド両固めておこう。じゃあ死亡してる扱いだったら噛みつき効かないよな思ったより伸びない、全然伸びてないすごいな。お、ミスってるメガンテする前にもう一回チャンスがあるはずだ。テンション上げてきたぞ爆弾は何する。通常攻撃か。あ、回収の時期痛いなちょっと上げたくて天の先でしまった。スカウトアタックの時に外れないといいんだけど、こいつ絶対回収でも思ってんの配信が超痛いんだな。じゃあ何これって。少しでも攻撃力上げたいんだけど、大丈夫かな、メガンテしてこないかな。貝の笛。
メガネで使ってきた。じゃあザオリコを使ってくれ。もう復活できないのかな。性負荷になってるわ、メガンテしてるからか。じゃあいいや、デフォマスライム2体仲間にするか。そうか、メガンテ使われる前に、どうにか現状だと、ちょっと厳しそうだね。バグダインはまた今度かな。現状だと、いつ捕まえられるか分かんない感じだ。船の一部出てきたの。水上バイク。ブレイクワールド創造時に何かが干渉して具現化した水上バイク。ジョーカー2で乗り回していた。あれです。これ。時たま見た。これ。ねえ。なんかまだ奥なんかある。これは何？あ、アイテムが入ってるコンテナ開けようか。データが入っていた。消熱の火山に隠されていたデータを取得した。え、何のデータ？結構重要なものだったり、ドローンオツ型って。あの上は行けなさそうか。届かないね。隣に行く。え、なんかぶつかったぞ。低い鳥かな。じゃあ、ホークマンか。ホークマン捕まえたっけ？この状態だと見れないのかな。まあ、とりあえず捕まえてないということにして、70、80いかない感じだね。オッケー。ホークマン、お、ちょうど運よくスキル3つ持ちだ。ちょっと戻りつつ、こいつ土偶戦士とか、ミステリードールか。インスパイアってあんま聞かないスキル名。噛みつく前に触れてしまった。ジョニだ。例えばね、ガルバゴルバの上位版なのか、鉄の箱舟にいたダブルイーターっていうのも捕まえたんだけど、あっちは上位互換なのかな。とりあえずミステリードールゲット。インスパイアって何だったんだろう。あー、弱体系かな。魔法ドラ踊りとか不気味な光とか踊りとか。あ、ハッスルダンス持ってるね。魔法を封じられても回復ができるっていうのはありがたいけど。取得するまでのスキルポイントがね、高いっていうのは。おー、なんか刺さってるぞ。あと道中何いたっけね。レイムとかいたっけ。ウマロンは捕まえてないね。今は一体でも捕まえれば、そこから楽々配合検索で何が作れるかね、調べられるのはありがたい。あ、テンション25あるな。どうしよう、殴ってみよう。敵のテンション高いと、あー、ダメだ、ダメか。スキルポイントが伸びないんだよなと思ったけど、本当に伸びたな。スカート失敗、怒り。ダメだ、スカートできなかった。偉そうな。え、こいつレベルいくつ ?36 だよね。そんなに強くないはずなのに。逃げろ。思った以上に手強かった。メラゾーマはやばいわ。もうちょっとこっちが強力にならない。なんだろう、これだ。あれか。低い鳥も仲間にしたよね。マグマある。初期でテンション高いのかなとか、テンション25のメラゾーマ食らったってことだもんね。なんでここ入り口まで帰ってきたのか。はい。割り込まれてしまった。あ、焼けつく踊り。誰か持ってた気がする。帰ってきたから一旦。あ、で、次が、中腹あたりから。頂上に向かいながら、捕まえてないモンスターがいたら、挑戦してみましょう。あ、偶戦士。偶戦士でミステリードール。ブラコスエビル。強めだな。あ、こんだけいて、一体もスキル三つ持ちがいいね。お前は？お前もか。こんなに弱いわけじゃなかろう。お前や。水系のやつか。え、どうしようかな。これでスカウトで大丈夫かな。いや、全然ダメだな。全然伸びない。ここに来てスカウト難易度の4とかがかなりきつくなってきた。前のエリアとかだと、なんとかなったんだけど、とレベルを上げるか攻撃力を盛らないとダメっぽい。なんか音、音してない。こいつこいつこいつ、こいつ捕まえてない。石炭スライム、石炭つむりか。
近すぎて目の前ですよ。見えてる、あれ、あ、消えた。池じゃないんだ。あ、何もないんだ。ここは今後どう？よし、捕まえるぞ、こいつを。本当、なんだろう、モンスターズの続編が出るたびにスライム系に新種が現れる。あいつんどこ？イオナズン。あ、伸びないな。ここに来て攻撃力のなさが足を引っ張ってるかもしれない。育て直した方がいいな。ガルバゴルバは。あ、そういえばここデスプリーストだっけ？もういたな。捕まえてないよね、確かに。バイケルト一回テンション100でバズを試してみようか。ダメージが痛い。バギーのコツとか持ってるな。微妙だな。30% くらいでか。やばい、殺される。逃げろ。ガルバゴルバのレベルを上げないとダメだ。とりあえずあとは頂上向かおうか。秘密基地に。まあ道中で捕まえやすそうなやつがいたら捕まえるくらいかな。落ちる。クイドリが突っ込んでくるぞ。お、クク捕まえたっけ。アイアンクク捕まえてない。で、難易度1だからこいつは捕まえられるだろう。どうした、入れ替えだ。入れ替えて。全然伸びてない。あれか、攻撃力が足りなさすぎるのか。こいつら攻撃力、防御力どれくらいあるんだろう。アギークロスが超痛い。いいよ、ダメだ。ダメだ。やはりもう、能力が足りていないんだ。倒すのに問題はなさそうだけど、捕まえるにはちょっと能力が足りてない。あれでも、ん？スカート難易度2になってる。まあ、いっか。ラード合体して。幸運の妖精、つけてたっけ？いつからだろう。そうそう、屋上ですね。団長追加された。イベントでここ、見れたかったもんな。で、目的地向こうなんだけど、あれは通常で行けるのか。行けるわ、一応。さあ、ノリはアンセスに譲るです。ミーは後からユウについていきます。ということで行きましょう。ようやく秘密基地。上に行きゃいいのか。これね、各地で見るんだけど、何なんだろうね。特に何も反応ないんだけど。何もないよ。なるほど。奥に。続いていた。石炭つむり。バザックスか、サウルスロードか。難易度高い。逆に、会心、じゃあ攻撃力と会心が出せる、キラーパンサーの方が捕まえやすいまであったりするかもしれない。K ドラゴンがいる。ダースドラゴンか。よどんだ息吹。なんだそれ。通常キラーマシンがいるぞ。スカート難易度もそんな高くない。こいつ捕まえられればちょっと楽に、タイプ G 合成できるんだよ。あ、こいつ昼間ね。後ろから行ったから先手取れたかな。この状態で半回行動だから100枚たまんないんだよな。一旦ビリ怖い。ギガスラッシュ。あ、痛い。数回攻撃してくる。そしたら防御力下げられるかもしれんけど。あ、でも耐性ついてんだ。見れるんだね。兜割りに弱い。兜割りすると多分こいつら死んじゃうから。ボスカードだ。いけそう。もう一体捕まえられるかな。キラーマシーン3-4になるかな。でもさすがにもう一体はきついかな。で取れるかな。決戦で取った。いや、ちょっとして死ぬかな。あ、死ぬわ。ダメだった。スキルポイント。攻撃力上がらないかな。あ、20にしたら上がるな。私は効かなさそうだな。あとは、50超えた。来たー。
よしよしよし。これでこいつら合体して、タイプ G 作って。で、次、これの伐採マシーンだっけ？じゃあ、パラパクあるわけじゃない。石炭に、こんな。こいつならいけるんじゃねって思うんだけど、ダメかな。あ、イオナズン持ちか。あ、そういえば HP 回復してないから。危ない。足力上げてきた。ラーパンサーの方がスカウト確率今高くなってるな。高い攻撃力と会心が強いね。スカウトでも。足りてれば、ガルバゴルバの方がスカウト確率は高くなるだろうけど。目的地はこっちか。お、何かある？何もなさそうだ。なんか引っかかった石炭か。じゃあサウルスロードか。あいつを捕まえてみよう。敵の魔法もだいぶ強力になってきたよね。メラゾーマとかイオナズマとか。ラスカードだ。いけるかな？あ、さすがに。こいつは硬かった。お、成功した。ラッキー。これは超ラッキー。あ、しかもスキル3つ持ち。じゃあ、あとは、あそこの扉に、向かいましょうか。エレベーターが動いている。はい。利用しましょう。地下施設。あー、手、誰が待っている。なんだかホラーな部屋です。みーはちょっと怖い感じがします。これは？レジスタンス。なんか主人公がいっぱいいるぞ。アンセスがたくさん？これはことです。培養されたのか。これがオリジナルかな。このボーイ、ミーはこのボーイのこと知ってます。あ、アンセスの弟か。このボーイはアンセスの弟です。名前は確か。よく来てくれたわね。リアルは初めてですね。この部屋こそレジスタンスの切り札、そして私が守るべきもの。これが本当の海夏の体。あなたはアンセスではない、その弟よ。はあ、こんなことになっているなんて。これがオリジナル海夏なの。でもあなたの意識は今はもうその本体にはない。今のあなたはアンセスをコピーした体にその意識を宿らせた存在、エイリアス。どういうことね。今のアンセスは偽物なのですか？オリジナルではないという意味ではそう。でも外見と能力はアンセスと同等よ。本体から意識を切り離し、装置に記録。それを仮初めの体に宿らせる。だから本体がある限り、何度でも復活ができる。それがエイリアス。なかなか興味深い話だな。ダークマスターか。ダークマスター？ユウは死んだはずでは？生きているのが不思議か？別に大したことではない。イッタブルを盾にしただけよ。愚か者にも使い道はあったということだ。そんな気はしてた。しばらくデスバーンに様子を探らせていたが、おかげで面白いものを見ることができた。何度でも蘇るわけだ。まさか貴様がエイリアスだったとは。ネタが割れれば対処はたやすい。本体を滅ぼせば復活はなくなる。ギガンテス型のブレイクモンスター。今こそ滅ぶがいい。その希望、アンスの名前もろともにな。ボス戦が2回あるぞ。ここデスバーンとプロ体操の名前をついてる。アクアンガン行こうぜ、書いてある。とりあえずバイキルと。あ、ユニコーンはワンパンで落とされそうな気がするな。カブトマリ。重力減少、いいね。テンション。だ、やっぱり。スカラだ。いや、どうしよう。刃砕きしとく。テンション上げてきた。舐め回し無効か。はいはいはい。砂煙効くんだな。砕き無効なのか。見てなかったわ。お、魔人斬り。当たりにくい攻撃を使ってくれている。命中率さらに下げれるかな。砂煙もう一回。当たらなければ、どうということはない。あ、命中率2段階で下がってる。いいぞいいぞ。で、こっちもう一回バイキルトできる。二つが怖いから。
もう一段階防御力下げれる気がする。あ、下げられなかったけど倒した。よし。突撃か。バカな。プロメテウスがやられただと？わからぬ。なぜだ？なぜこれほどの力が？あなたにはわからない。人だけが持つ無限の可能性は、そして絶望さえも乗り越える人の思いが生む力は。なんたる失態だ。これ以上のミスは重ねられんか。雪辱を果たすのは次の機会としよう。コアにて貴様らを待っているぞ。コアに呼んでいい？そっちの方が失態になるのでは。うはははは。決戦の時は近いか。ミナツ、あなたは今、自分の秘密を、真相を知った。そしてもう一つ、この装置に記録されたメッセージも知っておいてほしい。見ればいいのかな？返事がない。深く眠っているようだ。奥に行けっていうことか。奥にびっくりマーク。メッセージどれ？どれメッセージ？え？こっちに話せばいいのか。聞きたいことはいろいろあると思う。でもまずはこれを見て。すべてはそれから。これは、あなたに宛てたアンセスからのメッセージ。バーディー、静かに。あ、これでなぜだった。映像を撮って海夏に送る？そっか。だいぶ会ってないもんな。とりあえず、正直言ってくたびれた。苦戦してるってレベルじゃないな。状況は悪いと言わざるを得ない。すべては俺の力が足りないせいだ。だがまだ諦めちゃいない。ブレイクモンスターなんかに負けてたまるか。人間もモンスターも、魔素に汚染されていない綺麗な世界を、お前に残したいからな。だから俺たちは、必ず勝って戻るよ。お前のために。海夏。けど、もしも俺が戻らなかったら、お前は自分の好きに生きろ。お前はお前だ。俺じゃない。俺のように生きる必要、自分自身の意志で、お前の道を選ぶんだ。忘れるなよ。でも結局、アンセスは戻らなかった。志半ばで、彼は死んでしまったから。ブレイクモンスターを倒し、魔素に汚染されたマザーを浄化するという志を果たせずに。だから私たちは彼の意志を継ぐためアンセスのエイリアスを作ろうとした。いわば不死身のアンセスを作るということ。これが最後の切り札、ジョーカー計画。でもこのジョーカー計画は途中で大きくつまずいた。アンセスの力を使いこなせるものがなかなか見つからなかったの。その事実を知ったあなたは自分から志願して、そうで、あなたは自分の意志でアンセスとなり世界のため戦っていた。でも今一度あなた自身で選ぶべき、自分がこの世界を救うかどうかを。エナーデ海夏ではブレイクモンスターの源魔素に汚染されたマザーを浄化し世界を救うかどうか、それを決めるのは彼よ。私は強制するつもりも権利もない。私は奥の部屋にいる。あなたの意思を決めたら教えて。あなたの代わりはいっぱいいるわ状態だよ。おみなつ、これはミーがマウスを挟む話ではなさそうです。口を挟むね。自分自身で決めてください。やりたいこと、あるいはやるべきことを。で、今のアンセスは空き2個3つ、何個か空きがあるから、まあ、そこのが楽園に閉じ込められていたのか。海夏、あなたはこの世界を救うため戦うの？はい。いいんだ、どうなるんだろう。バッドエンド迎えるんか。そう、決めてくれたのね。あなた自身の意志で戦うことを、その道を選ぶと信じていた。またあなたと共に進むことができる。敵の本拠地コアへは通常の手段で行くことはできない。
そう、空中ライド覚えたけど、結局、連続ジャンプだからな。あ、それが移動装置なの？巨大な移動装置だ。だからこの基地より転送装置を打ち込み、道を作る。これも、ルキアの策よ。そう。これこそルキアが私たちに残してくれた最後の道しるべ。ロケット。ん？今コアに向かってる？もしかしてすでに。もうカキーンって弾かれたらどうしようとか思ったけど。ちゃんと貫いたね。これでコアへの道はできた。外に出ましょう。転送装置は塔の上よ。外に出るのね、また。調べたっけ？調べたか。そしたら、秘密基地に行けばいいな。じゃねえの。あっち側か。ユニコーン飛んでる？この空、飛べるの。意外な新人。着いたよ。怖いのルーラーを解放しよう。消滅の火山をクリアした。幸せの種を30個手に入れた。30個も。すごい。セーブしましょう。なんてまがまがしい姿。マサの汚染がこんなにも広がっているなんて。急ぎましょう、海夏。このままでは取り返しがつかなくなる。忘れないで。目指すのはコアの最深部。マザールームと呼ばれている部屋よ。それは何？部屋に着いたら、この M 抗体でマザーを汚染したマソを浄化する。マソ交代ってこと。でも私一人ではきっとマザールームにはたどり着けない。だからあなたが必要なの、海夏。マザールームへの道を切り開いてほしい。敵にはまだダークマスターがいる。くれぐれも気をつけて、海夏。ルーラポイント起動。そして目の前にブレイクモンスター系のキメラがいたぞ。強キメラ解析不能。例えば、探索してたらね、強キメラのなんたらっていうのをもらったんだけど、アンセスのパートナーだった少女。人間離れした不思議な雰囲気の持ち主。え、人間離れしている。緊急脱出システム。端末の機能を作動させることでコアから脱出することができる。調べる。転送装置で消滅の数へと移動しますか？いや、別にいいや。ルーラもいけるしね。とりあえず、センタービルに帰りましょうか。小さなメダル。31個になったぞ。結構増えた、ね。メタルトリュフ。あ、になった。仲間なんだ。ほうほう、仲間なんだ。メタルスライム系のやつにまだ間があったので、メタルトリュフ。縦のリング。お、スライムゴールド。新しいスライム。ゴールデンスライムの前バージョンか。ハードメタルボディ。すごい。属性攻撃で回復するぞ。さあまあ能力が弱いから、まあ転生、させないと使い物にならん。次は40枚になった時、メタル潰しのベルトを授ける。D ランクのライブラリ解放。あとは、とりあえず F からと、F から C まで揃ったのかな？鉄の箱舟にツララスライムとかいたんだ。見た記憶がないな。あ、ベスキングそういえばいたはずで。見てないな。では今、スカウト級何要求されてたっけ？あ、スカルゴンとブルホークね。スカルゴンね、仲間にしてきました。おい、海夏、おめえの持ってるそいつはなんだ？さっき手に入れたデータかな？あ、違う。おめえ、これは強キメラの塊とダークマジライトじゃねえか。この二つがあれば、もしかしてあれが作れるかも。それ俺にくれねえか。おめえにとっても悪い話じゃないんだぜ、いいよ。ありがとうだぜ。それじゃあ早速使わせてもらうぜ。なんとエースは強キメラの塊とダークマジュライトを配合装置にセットした。
予想通りだ。すんげえ魔物を作り出してしまったぜ。狂キメラが生まれた。おう、もう仲間になったぞ。異常回復 MP アップ3、すごいな。ただのステータスが雑魚すぎる。10と3。行動気分次第もちょっとな。ライト強ボディとか、まあ、状態回復系には優れてるね。仲間にしとこう。今回みたいにブレイクモンスターの塊とダークマジュライトを組み合わせればブレイクモンスターをおめえの仲間にできる。大事なことだから覚えておけよ。え、じゃああれかな、ブレイクモンスターを倒したら塊手に入ったりするの。副系倒せば多分塊落とすんだよな。え、でもこの辺ボス系はどうするんだろうか。ギガンテス、プロメテウスだって。え、つまりかな、この今手に入れた狂キメラを配合すると作れるのかな。とかか。ボス系はさすがのランク SS ですね。あ、狂キメラだけ D なんだ。トゲジョボウの方がランクが高いの。とりあえずこれでいいとして、あとは配合。で、何作れるか見よう。新しくね、追加されてると思うけど、お、S ランクが作れるね。ゴールドオーク。オークキングとスライムゴールド。早速、スライムゴールドが使うの。スライムゴールドはちょっともったいない気がするな。そしてメカバーン。これもスライムゴールドか。スライムゴールド系だな、この辺な、きっと。あと、キースドラゴンは、あ、ベビーニュートを2体で作れるのが結構簡単に、A ランク作れるんじゃないか。サターンジェネラル。あーとか、できる。黒き花婿。これだ、なんだっけ、何に出てきたっけ、こいつ。スボンバーで結構いろいろ作れる。ほい。大音量。まあ、あまり聞かない名前だ。アイスボンバーかなり優秀な配合素体だね。デビルソーサー。だねブラッピー。あ、ほんとアイスボンバーかなり優秀だな。めっちゃいっぱい作れるぞ。ボルカドラゴン。アイスボンバーの、あれか、ランクが高いのか。あ、スライムマジラだ。ハードメタルボディ系です。HP232 あって、あ、上限値か。絶対生まれたらどうなるかわかんないけど。ハードメタルボディは吸収、属性吸収だから、結構強いよな。キャノンキング。ガマキャノンの上位版か。これもアイスボンバーで作る。と、伐採マシン。と、タイプ G2 体だからタイプ G を作ろう。で、この辺はまあ大体今まで見たやつかな。あ、セルゲイナスはいなかったかもしれない。あ、ガネーシャエビルか。そしてアイスボンバー。ボンバーさん、思った以上にすごいっす。エクノマンサー、メタルエンゼルメイク。で、サイレス。例えば、バーディーどうなるんやろ。二軸弱がないよ。あれ、低い鳥と、フォークブリザードで作れないのか。でもランク高くない。え、でもさすがに D ランクとかないよな。いやー。タイプ G 作ろうか。タイプ G あれだね、地獄の玉ねぎとかでもできるんだ。とりあえずキラーマシーンみたいで、スキルあれ引いとこう。あー、素早さアップとかしかない。あ、素早さ上げとこう。もう素早いキラーマシンができる。タイプ G と、伐採で、キラーマシン2になるのかな。あとは何を作ろうね。プチット族作れるね。プリズニャー。プチアーノンも作れる。で、作ったことないやつ作れば、その後何かになる可能性もある。プチット族も結構いろいろ種類あるから、上位のやつが解放されるかもしれない。プチ
違うの多分捕まえてないよね。捕まえたかどうかがわからないっていうのが問題か。あ、すぐ作れるやつがいないんだ。スライム道具で作る。HP 回復と、バイスアップ。なんだろう、あと。足腰アップでも作れるか。他に何作れるでしょうね。軍隊ガニいたかな。あ、軍隊ガニも作ったことないんだ。なるほど。もっとスライムでできる。あ、どんぐりベビーもいる。あ、軍隊ガニ作るか。トロムーバーはいたよ。作ってる。アルミラージ捕まえたっけ。はい、しおりさんいらっしゃいませ。いらっしゃいます。挨拶ありがとう。アルミ作ってないね。誰で作ろう。あ、で、姿勢チェックとスレッチありがとうございます。今ですね、ちょうど、ストーリー進んで、空中に浮かんでいたコア。コアに行けるようになったところで、まあ、あとは、多分本編ラストダンジョン的なところなのかな。まあ、だいぶ後半の方ですね。にたどり着いて、ちょっと戦力を見直そうと思って今強化中です。強化というか配合をしてる感じなんで。こう、早いかどうかはちょっとわからないけど。で、結構いろいろ、新モンスターとか、捕まえたの、強力なモンスターを作ろうかなーって考えてるところですね。オニオン、作ってないんだ。ホラーね、焼けつく息とかでしたね、今。詳しく見てなかったけど。オニオンも作ってないんだなー。素早い。オニオンでも作るか。いいんだろう。フォンデュベビーも確か捕まえてないんだよね。フォンデュっていたっけ。これも作ってないか。とりあえず適当に作ろう。あれちょっと待って。スキル振ってない？あ、キムラ振ってない。あ、異常回復か。あ、ちょっとキムラは、残しておきたいな。これで考えると。シャドウいらないか。で、ほら、これですね。焼けつく息とか、マヌーサとか、呪い、不気味な光とか、とか。うん。まあ、状態異常を敵にかける系ですね。どうしようね。ほらと、よし、これで、ポンディ。ヒップパークに、こいつの仲間たちがいっぱいいる。スマイルリザードは、いたかな？あ、捕まえてます。グリーンシザー、こいつはいない。こいつは見たことがない。フィールドにいなかったと思うんで。どうしよう。ダウト賢さアップつけた。このグリーンシザー系は、不思議なダンジョンシリーズとかでね、よく仲間にしようとしてた気がする。再攻撃してくれるからね、確か。サバシラはさっき仲間にして、ピッキーも仲間にした。ボンバット骨コウモリはいたけど。あ、ボンバットしてないね。骨コウモリの、ハイバージョン。そう、カバシラ。前作の、ジョーカー2では、大活躍。マイルリザード、竹槍兵。いつらでいいか。タワーは仲間にしてた気がする。あ、いるいる。ドルイドも仲間にしたよね。キラーパンサーと一緒にいたやつだよ。ニードルマンもいる。妖怪魚もいる。グレムリン。この辺仲間にした。ベビーパンサーっていたっけ？記憶にないんだよな。あ、ベビーパンサーも仲間にはしてないんだ。フィールドにいなかったの。親のキラーパンサーがすでにいたから。あえてベビーパンサーを作る意味があんまりないんだよ。あー、MP アップつけとこう。何つけようかなー。感じでいいか。MP アップ、さらに下あるじゃん。MP アップ2あった。お、素早さアップ、貸しもらった。とりあえず残り時間、これだけ、これの途中で終わりそうだ。メタッピー仲間にしたっけ？なんか見た記憶ないけど。アニマルゾンビが腐った死体か。
スガガル。次作るか。スカルガル。これは見た記憶があるけど、仲間にしたっけ？あ、してない。違うやつか。カバシラーとシャークマンタ。カバシラーいるかな？黒い霧マスターってなんだ。新しく出てきたけど。スカルガルのスキルこれ。あ。スカル、ん？っていうこと？スカルガルのスキルがわからんけど、とりあえず覚えさせとこうか。レアなのかもしれない。黒い霧は、魔法を使えなくさせるっていう効果のやつだね。一回使われたよね、敵に。どの敵か覚えてないか。最終的になぁ、どのメンツにしようかちょっと悩んでるんだよなぁ。なるべく、キラーパンサーみたいな絶対会心持ちの方がなんか良さそうな感じはしてるけど。ガルバゴルバの攻撃力をもうちょっと上げときたいね。スカウトに優秀なんだけど、攻撃力が足りなさすぎて、最近全然スカウトできてなかったから。こいつも黒い霧マスター。夢入道もいない。あ、クラゴン作る。クラでいいか。ホイミスライムはちょっと残しとく。あれ、インキュバスって、一回出てきて、仲間にしてなかったんだっけ。あ、バブルスライムを見た記憶がないぞ。あ、ちょっと作れそうなやつがいない。だいぶ、低ランクモンスター減ってきたから、残しておきたいやつを使わないとできなかったりする。まだまだ F ランクいっぱいいるしね。さすがに全部作ってらんないか。あとはあれかな、使えそうなやつにしようか。とりあえずあれだね、上位版を作っときたいんだよな。キラーパンサーの上位とか。キラータイガーっていたよね。一応上位になるのかな。ちょっと、子供の系と、魔獣系にちょっとしてみよう。タイガ系は、あ、シャドウベビーがいるね。キラータイガーって、あ、ベビー、ん？ベビータイガーっていたよね。キラーパンサーってベビーパンサー2体できるよね。あ、ベビーパンサーとベビーパンサーではと、シャドウベビーもいるっぽいね。で、シャドウベビーがタイガーよりも上のタイガーっていうかベビーだから、なんだろう、シャドウパンサー的な、シャドウタイガーかわかんないけど的なのは作れたりするかな。よりキラータイガーの上の存在。ちょっとシャドウベビー作ってみるか。誰で作れるかな。あ、低い鳥とフォークブリザードだ。低い鳥とフォークブリザード。過去作だと二軸弱作れたんだけど、二軸弱がこの2体で作れないらしい。あ、で、こいつ作るとき攻撃力が上がるやつの方がいいのか。素早さだもんな、こいつらだ。しゃ。やめろ。アイビルは攻撃力、骨コウモリ MP アップか。ミステリードー。あ、こいつ何気に攻撃力アップがあるぞ。インスパイアってなんだっけ。あ、マホトラ踊りとか、そっち系か。これはこっちに振っとこう。ハッスルダンスが気になるところだ。ドンベビーは固定で会心出やすいがついてる。人食いそうは、あ、こいつ守備力か。石炭つむりとかは何だろう。守備力賢さ。ガネーシャイビルで作るか。キングスライムとアイスボンバー。アイスボンバーっていうやつがかなり A ランクなんだ。だからか、なんかね、アイスボンバー使った強力なモンスターいっぱい作れたんだよ。作れる素材になってた。ビッグパワーさんいらっしゃいませ。おはようございます。ご視聴コメントありがとう。あ、そしてアイスボンバーさん、攻撃力アップだ。シャイビルとミステリードールでシャドウベビーを作ってみよう。で、どうしようかな。ビーストフォースいるかな。そうですね、だいぶお腹すいたよって言ってます。ビーストフォースいるかな。どうしようかな。まあいいか、ビーストフォースと
攻撃力アップと。あ、お茶に手を入れるな。これでシャドウベビーができたから、このシャドウベビーで、あのシャドウベビーの成長した姿が作れるかどうか調べよう。魔獣系で、いや、いないな、シャドウベビーしかいない。そしてもう別のやつで作んなきゃいけないのかな。何かで作れるんだろうけどね、きっと。でシャドウベビーからは作れないみたいな。まああとはちょっと裏でもね調べつつ、パーティーメンバーをねより強化していきましょう。特にこのスカウト用モンスターを強化したい。はい、それでは最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントありがとうございます。コメントいただいていたホタルさん、しおりさん、ビッグパパさん、ありがとうございました。現在ツイッチの方で生放送メインで活動してます。フォローまだの方はフォローしてってくださいね。また YouTube の方でアーカイブや各種動画も投稿してますので、チャンネル登録合わせてお願いいたします。その他各種連絡や通知は Twitter の方で行ってますので、 Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん最後までお疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またね、バイバーイ。